こんにちは、ひろひろです。今日はダイソーの手作りキットの型紙を使って子供用のマスクを作っていきます。型紙は M サイズを使用します。子供用のマスクを作るのにちょうどいい大きさの型紙だったので、よかったら作ってみてください。材料はすべてダイソーで購入しています。表生地と内生地を違う生地で作る場合は、表生地と内生地を2つに折って4枚重ねた状態でカットしていきます。ダイソーで購入した印付けペンを使用しています。生地をカットしたら、それぞれ中表に合わせて端を1回縫います。生地を共布で作る場合は、生地を2回折って4枚重ねにしてカットしていきます。生地を中表に重ねて端を1回縫います。縫い代は 0.5 センチぐらいで縫っておきます。端をそれぞれ縫ったら、生地を開いて中表に重ねていきます。表生地と内生地の縫い目を合わせて洗濯バサミで留めておきます。2箇所縫い目を合わせたら、生地を揃えておきます。生地を揃えたら、返し口を開けてぐるっと一周縫っていきます。返し口を開けてぐるっと1周縫ったら、この生地を返し口からひっくり返していきます。ひっくり返したら形を整えて、割り箸を使って角を出しておきます。返し口は少し内側に折り込んで閉じておきます。表生地と内生地の縫い目を割って形を整えておきます。アイロンをかけておくと縫いやすいと思います。形を整えたら、上と下にステッチを入れていきます。下にステッチを入れたら、両サイドにゴムを縫い付けていきます。ゴムは25センチにカットして2本準備しておきます。ゴムをくるんだ状態で両サイドを縫っていきます。ゴムを通して完成になります。ダイソーの型紙を利用して簡単にできるので、よかったら作ってみてください。